イアンペース、イアンペース、イアンペース、本名イアン・アンダーソンペース、1948年6月29日帯は、イングランド出身のロックミュージシャン、ドラマー、ハードロックバンド、ディープパープル唯一のオリジナルメンバー。他にも、数多くのバンドで演奏し、1960年代からロックシーンの第一線で活動を続け、業界の第一人者としても知られる。 身長170センチメートル、サングラスがトレードマーク。ローリングストーン市選出、歴史上最も偉大な100人のドラマー9位。2016年、バンドの一員として、ロックの殿堂入りを果たした。両親は、音楽に造形が深く、特に父親が舞踊音楽家であった関係で彼は、少年時代から音楽に強い関心を示していた。 ポップスに興味を持ち始めた16歳の時に初めて父親からドラムセットをプレゼントしてもらう。彼は現在において第一線のプロには数少ない左利きのドラマーである。1950年代終盤から父の舞踏楽団の一員として活動する。17歳の時初めてプロとして加入したバンドシンディグスでレコードデビュー。1964年 ロッド・エヴァンスがボーカルを務める、ミゴ、後に、ザ・メーズに加入。1968年には、エヴァンスと共にラウンド・アバウト、ディープ・パープルの母体となったバンドの立ち上げに参加。1968年5月、ディープ・パープルとして、アルバム、ハッシュをリリースする。以降、ディープ・パープルは、メンバーチェンジを繰り返しながらブリティッシュ・ドロックの超人気グループとして、 世界的な人気を博す。ペースは1976年のグループ解散までのすべてのアルバムに参加し、ジョン・ボーナム、カーマイニア・ピスラと並ぶ、ハードロック界を代表するドラマーとして、世界的な地位を築く、ディープパープルのコも参照。1976年のディープパープル解散後、ジョン・ロード、トニー・アシュトンと共に、ペースアシュトンロードを結成するが、 アルバム1枚と5回のライブのみで解散。1979年、デイビッド・カバデールに壊れて、ホワイト・スネークに加入。アルバム、フール・ホー・ e ア・ラビング、ライブ、イン・ザ・ハート・オブ・ザ・シティ、カム・ゲット・イット、セインズ・シナーズに参加した。1982年、音楽性の違いとツアーの疲れからホワイト・スネークを、脱退。 ゲイリー・ムーア・バンドに加入。アルバム、コリドーズ・オブ・パワー、旧放題、大いなるのをリリース。ムーアとのコンビネーションは良好で数枚のアルバムと大規模なツアーに同行したが、1984年4月、ディープ・パー・プル再結成のためゲイリー・ムーア・バンドを脱退。復帰後から一貫して、ディープ・パープルのドラマーを務めている唯一のオリジナルメンバー。また、 1999年には、ポール・マッカートニーのアルバム、ランデビル・ランに参加。非常に速いシングルストローク、正確なリズムワークに加え、ダムを多用するメロディアスなフィルイン、シンコペーションによる勢いの表現、絶妙なシャッフルなど、ハードロックのみならず、後のロックドラミング全般に計り知れない影響を与えた。また、ファイアボールなどのごく一部の曲を除き、 ワンバスのみで非常に速いペダルワークを展開する。口をパクパクと動かしながら演奏するが、その理由は分かっていない。再結成以前のディープパープルの時代には、米国のラディック社製のドラムセットを使用していたが、ホワイトスネークに加入した頃から、日本のパール社製のドラムセットを使い始め、2010年代までは、使用が確認されている。 そのパールからは自身のアーティストモデルであるスネアドラムが発売されている。シンバルはパイステ、スティックはプロ MARK のヤンペースモデルを使用。以前はドラムスティックのチップ側を持ったり、チップがないロックノッカーと呼ばれるタイプのスティックを使用していたが、2015年現在発売されているプロ MARK のスティーバーチップが設けられたものとなっている。グリップは マッチドグリップ。彼は左利きであり、ほぼすべての機材を他の右利きの一般的なドラマーとは左右逆にセッティングしている。上記の通り、ワンバスのセッティングにこだわり続けている。その後はツインペダル仕様。ただし、ファイアボールのレコーディングでは例外としてツーバスのセットを使用している。この時はたまたま隣のスタジオにいた。 キースムーンのドラムから釈用していたという。ライブ映像でも、この曲を演奏する際に、スタッフがもう一台のバスドラムをセットする模様が確認できる。また、2015年現在では3つのタムタムを三角形に配置、2つのフロアタムの上にもさらに2つのタムタムを並べた変則的なセットを使用している。パール楽器製造には、給油がおり、工場にて、 ドラムセットが出来上がるまでの工程を紹介するビデオに出演したこともある。二十二十四 b d 1 8 1 6十六十六 f t 十三 q t t 十四五点五 s d b r バスドラムのフロントヘッドにイアンペースディープパープルとロゴが入っている。二二二十点零十八点一五二二二十二十四 b d 1 8 1 6十六十六 FT13QTT145.5SDBR バスドラムのフロントヘッドにイアンペースディープパープルとロゴが入っている BR22.2018.15 に BR バスドラムのフロントヘッドにイアンペースディープパープルとロゴが入っている b r 2 2 2 0十点1 6 1 5にサウンドエッジスプラッシュ二枚 BR この時から シンバルの枚数が増えグレードアップしているとともに、シンバルスタンド1本に、シンバル2枚を装着したセッティングになる BR。2614BD20&18FT16、10TT146.5SD、スープラフォニック L400 にスネア BR。バスドラムのフロントヘッドは、ラディックのロゴだけ、1974年に、 フロントヘッドの真ん中に小さなホールカットがされる BR22.20 に10.1615にサウンドエッジスプラッシュ2枚 BR シンバルスタンド1本にシンバル2枚を装着したセッティングはこの時も健在 BR この時からタムが今までの1個から一気に7個のシングルヘッドタム メロディックタム仕様の多点数セットになる BR24 か 2614BD1816&1616FT1614&15×12&1410&139&128&165&855MTBR バスドラのフロントヘッドの真ん中に大差なホールカットがされる BR20.181 にスプラッシュ1枚 BR シンバルスタンド1本にシンバル2枚を装着したセッティングはこの時にはやめていた。BR これはそれ以降のシンバルスタンドが進化してパイプ系が太いタイプになっていったため BR。シンバルスタンド1本に2枚のシンバルを装着することができなくなったためである BR。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。